堂島組幹部阿波野の包囲網はついに桐生を神室町に追い詰めるが、立花の決死の覚悟が堂島組の一瞬の隙をついた。やがて空の一坪をめぐる熾烈な争奪戦はついに東日本の裏社会を牛耳る東条会本家をも巻き込んでいく。目まぐるしく書き換わる極道たちの勢力図が新たな局面を迎える中、桐生は事件の鍵となる空の一坪の所有者の名を明かされた。その人物の名は牧村誠。蒼天堀にいるという彼女を神室町に無事連れ出すことが、桐生や立花にとって堂島組に対抗しうる唯一の手段だった。こいつか、牧村誠を託された不動産屋って。桐生一馬ね。ほら喜べよ、知りたかったんだろ。立花不動産、桐生一馬。これ多分初めての、まだ出会ってないけど初めての出会いにつながるってこと。桐生ちゃんにつながっていくってこと、こっから。はい、ということで8時間前、椿園を取るの8時間前ってことは、これ真島が出てから桐生のサイドってことね。はい、ということで、明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。いやー、セーブできてなくてね1月1日にやろうと思ったんだけど、どうも落ち着かねえな。同じとこやってたんだよね。ん、前に俺がいた頃の蒼天堀とはどこか違う、似て非なるものって感じか。違うと変わった、やっぱ時代は変わるからね。すぐね、蒼天堀にいたことが。神室町に来る前は俺も立花社長もこの町にいた。ほんの1年半くらい前。1年半で変わるか。まあそうね、その頃の俺らはマフィアと名乗っちゃいたけど、ほんの 4,5 人の所帯でね。ただ社長はその頃から近江のヤクザにさえ一目置かれてた。で、俺は社長の腰巾着だったわけ。立花が腕なくしたのはその頃の話か。まあね。なんか口が重いな。当時組んでたやつが今小副長にして、ちょっといかがわしいビデオショップやっててな、キャルって名前の店だ。キャルでギャルのいかがわしい。先に一人でそこに行っててくれるか。ビデオ売ってるってこと。話は全部通ってる。俺はその前にちょっと寄るとこがあるんだね。寄るとこ。何、どこ行くの。この町の今の様子を知っておきたい。蒼天堀で動いてたうちの人間と情報交換してくる。渋沢組と近江連合の動きも少しはわかるかもな。そうか。お前にはビデオ屋でセラって男からの電話を受けてほしいんだ。あ、セラ。今例の牧村誠をかくまっててね。電話で彼女を引き渡す段取りを伝えてくる。セラってのも立花不動産のもんか。いや、東条会の人間だ。日教連って組織のな。日教連、聞いたことねえな。本当に影の舞台みたいな感じなんだな。俺もよくは知らねえが、そのセラって男は風間の親分さんと通じているらしい。うちの社長が掴んだ情報をもとに蒼天堀で牧村誠の行方を探してたんだ。なるほどな。で、要するにあんたが街をぶらついてる間、俺は電話番ってわけか。スマホないもんね。そういうこと。じゃ、また後でな。だん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 話がこう繋がってきたな。なんかごついやついたな今。話がだいぶ繋がってきたな。セラというとこから電話がかかってくるのは、小福町西のキャルっていうビデオショップだったな。仕方ない、行ってみるか。キャル、ギャルのビデオが置いてある。
キャル、いや、勝手ね、想像だけどね、あんのかどうか知らないけど。ちょっと、あれ、持ち物確認。さて、さて。え、でも、え、兄さん。カムロ町向かった、入れ違いになった、あ、まだここではあれか、まだ。まだそっか、8時間前だから、兄さんまだこの辺にいるんだ。この辺かどうかはちょっと分からへんけど。あ、でもこの辺にいるんだ。あ、キャル。レンタルアダルト用物大量入荷。大量入荷は看板に書かん方がええんちゃう。その日次第やろ。おう、ここだけ、ここだけ、ここだけ昭和やねんけど、写真だけ。いらっしゃいませ。ん？初めてのお客さん。うちはええもん揃ってますよ。どんな趣味嗜好でも絶対お好みのが見つかりますわ。まあベータか VHS かだけは気をつけてくださいね。俺は立花不動産のもんだ。何ベータ、なんかちょっと待って、変なやつ。俺だから話が言ってるはずだが。ダメだろお前、この店にいちゃいけないやつだろ絶対。そんじゃあんたが桐生さん。ああ、ほなちょっと待ってな、奥に部屋あるから。うん、何、嘘だろまさか。特別なお客にはここ。中に電話もあるで。セラいう人からの電話がそこにかかってくる。ええな、手動だったな、もっとガシャン、ウィーン、ガーンみたいな感じかなと思ったけど、手動やったな。あの、道頓堀の、蒼天堀のあの川に沈むあれ見せられてから、まさかあんな手動で開くと思わなかった、ここか。あんたの趣味の部屋ってことか。すごいシネマ室。立花さんもお気に入りやった。この部屋作る金、全部出してくれたしな。まあ、くつろいで。立花さん、立花さんもやっぱり大画面でアダルトなビデオを見てるわけだ。ほんで、立花さん元気しとる？ああ、まあな。人工透析でしんどいんやろ？しんどいと思うで。蒼天堀いる頃はまだ透析やってなかったんやけどね。あんた、立花とは長いのか？どっちか言うと、小田さんとの方が長いな。僕は小田さんともう二人くらいでケチなグレンタイやっとった。そこに2年前一匹狼やった立花さんが現れたんや。きっかけは肩がぶつかったとかしょうもないいざこざやったと思う。ほんまにしょうもないですね。せやけどたった一人の立花さんに僕らまるでかなわんかった。喧嘩で負けたことない小田さんかて子供扱いやったで。そんなすごかったん？今の立花からは想像つかねえな。まだあの人が片腕なくす前の話や。せやけど立花さんにボコボコにされて意外やったのは小田さんの反応やった。うん？立花さんの器量にぞっこん惚れ込んでしまいに自分たちの頭になってくれってな。まあ貫禄のさや。立花さんは生い立ちからして普通とちゃうしね。どういうこと？何のことだ？聞いてない？立花さんは中国残留孤児の2世やで。中国残留孤児？何それ、戦争かなんかです？立花さんのお母さんは日本人やった。中国で生まれてすぐまだ赤ん坊の頃に戦争の大混乱で親と離れ離れになって旧満州に取り残されてな。中国人農家に拾われて年頃になるとそこの子供と結婚させられたらしい。そういうことか。はいはいはい、満州国からね。立花さんは帰れなくなってね、その間に生まれたんや。立花さん日本人の子や言うて周りからえらいいじめられたそうや。戦争のことで中国人はみんな日本を恨んどる。日本人言うだけでいつ殺されてもおかしない雰囲気やった。けどその土地のマフィアだけは
橘さんを理不尽な目に遭わさんかった。連中もほとんどが金なかったり家柄悪かったりの鼻つまみやからな。で、橘さんも自然とガキん頃からマフィアに馴染んでったそうや。僕らとじゃ年季がちゃう。小田さんなんて年は自分の方が上やのに、橘さんのことは兄貴や呼んどった。小田。あ、よう。店はほったらかしか。客が困ってたぞ。いてたんちゃん。あれほんま。ほなごめんな。ごゆっくり。あいつ話長かったろ。ああ、あんたらの話を聞かされてた。もしかして俺が社長に惚れ込んでたとかって話か。話半分に聞いとけよ。それよりあんたの方は案外戻りが早かったな。早すぎてビビったわ。ああ、でも面白い話が聞けたよ。何日か前、牧村誠の死体ってのが蒼天堀に浮かんだらしい。何？桐生ちゃんサイドからすると本人は生きてんだから、もちろん別人だ。他にも何件かドンバチあったらしい。要するに近江だか渋沢組だかがいろいろ動いてるってことで、そいつらは今も牧村誠を狙ってる。ま、愚痴っててもしょうがねえ。電話番号ある。飯でも食ってきたらどうだ。え、いい大人が二人して電話番することねえよ。それもそうだな。電話番買ってくるとは、せっかく自由時間で帯がかかるまで大阪の街を適当にぶらつくとするか。適当にぶらつけと言われてもな、そんなに。はい、魚。おい、拾え。全部拾ったの？え？どうしたん？ああ。李さんか。爆発ってガスとかそんなんちゃうん？いやー、見てた人の話だと車に爆弾が仕掛けられとったんじゃないかって。爆弾？それはつまり李さんは誰かに殺されたっちゅうわけか。せやな、きっとヤクザの仕業や。中国系の人らが言うには、なんや、近江連合と揉めてはったらしいわ。どうやったんか、この界隈のみんなのためにいろいろ尽力してくれはった立派な人やったのにな。ほんま惜しい人なくしたで。李さんや、さすがに空の一つもの剣とは関係ないだろうが、大阪は物騒な。いやいや、空の一つもの剣とドンピシャで関係あんのよ。超なのよ。だからもうその、守ってたのよ、間接的に。空の一つも。知らんから仕方ないわな。まあ、こういうところがこのクロス主人公の面白いところよ。じゃあ面白いところやねんけどね。こういう、なんか、プレイヤー目線ではさぞ当たり前の情報を。なんでこんな、こんな一本の持ってけ。なんかこう主人公たちが変わることによって全然それが知らないみたいな。それ面白いよね。グランドでもしかしたら会っちゃう？会わないか、さすがに。まだ会ってないもんな、向こう側では。すごいな、これだけの店は神室町内も当たらないだろうな。お兄さんはグランドに用でっか。あ、いや、今はやってないみたいだな。まへんな、まだ準備中です。営業は夜から下がい、まだ後で来てください。そうか、さすがにそこで待つ時間はないだろうな。残念だが諦めよう。あ、違う、グランドじゃない。どこに行けば。全部拾ったの？お、来たか。ビビルの呼び出しか。変なタイミングで来たな。このカットから始まるんだろうけど、俺が暇だからお金投げて遊んでたところから。これだけの呼び出しだ。それでどっから電話がかかってきたってことか。とにかくさっきのビデオショップに戻ろう。レベル。これか。10609。
テル、オッケーって読むの？すげえな、想像力のあれがすごいんだね、やっぱり今と違って。想像力欠如と言われるこの時代誰が言ってるか知らないけど、俺が勝手に言ってるかもしれないけど、あのテル、オーケーと読むのか、読めねえよ。どうやって読むんだよ、あんなの。さあ、ビデオショップに来て、あ、キリちゃんの体力が。和田さんやったら、さっきの奥の部屋におるで。セラいう人から電話あったらしいな。あったんか。わかった。かわいい子ばっかりな。ちょ、待ち。今から大事な交渉事なんやろ。あんた、もう準備はええんか。準備。大丈夫だと。せや、どないな仕事かは知らへんけど、きっと最近町で起きてる極道絡みの事件と関係あるんとちゃうか。それは俺の口からは言えないな。とにかくあの立花さんが関係しとることや、平穏無事で済むはずがない。何が起きても不思議やないっちゅうことや。確かにこれまで立花の仕事が平穏無事で済んだ試しがない。今回は何があるか、何があるかと見ておくべきだ。それで交渉があればすぐに東京に戻るはずだ。大阪でやれることは今のうちにやっておくか。なるほど、それはそうかもしれない。すごい先読みがすごいな。せやろ。ほな悪いことは言わん。準備は今のうちにしっかりしとけや。ちょっとセーブだけしてくるわ。さっきの奥の部屋に。これもう大丈夫。準備はできてる。準備はええんか。大丈夫だ、準備はできてる。そうか、ほな入り。来たな、キリュウ。ああ、それから電話があったんだな。そういうこと。牧村誠の引き渡しは椿園の弁天やって料亭でやることになった。おう、椿園の弁天屋。これはうまくいくんだよな。ああ、そこの座敷でこれから世良と会う。周りに異常がなければその場で牧村誠を渡される。これからすぐか。嫌にバタついてるな。町中女を狙う連中で溢れてんだ。そんなお行儀よくことは進まねえよ。牧村誠は自分が殻の一つを相続してたこと、セラに聞かされて初めて知ったらしい。土地の元の持ち主だったじいさんが2年くらい前に死んでんだが、その時には誠はもう家出してた。たまたまってことか。本当に。ああ、それで誰にも居場所が長いことつかめなかったんだ。しかもその後何があったのか、彼女は目が見えなくなった。そんな不幸続きの中、相続することになった一坪10億。神様がかわいそうな子に手を差し伸べたってことか。そこら中からヤクザに狙われるっておまけつきだがな。彼女が神様に感謝してるか聞いてみるといい。いや、聞くまでもね。彼女ここ何日かずっとヤクザに詰められてたらしい。周りで死人も出てるって。李さん、何にしても土地に執着もねえし、さっさと手放したいそうだ。そうか。よし、それじゃいいか。女連れ出す段取りはこうだ。まずお前が弁天屋の中で女を受け取る。俺はその間外で店に出入りする客のチェックだ。で、弁天屋を出たらまず京都まで行く。そこから先は新幹線だ。新大阪から乗るのは危ねえってことか。一応の用心だ。近くの駅は渋沢や近江の連中に見張られてる可能性がある。そうね。ああ、なあ桐生君、お前はこの時のために立花不動産に入ったようなもんだ。いよいよしっかり働いてもらうぜ。何が起きても牧村誠を守りきれ。殻の一坪さえ手に入りゃ風間の親分さんを守る道も見える。
な。